赤崎赤星マジョシ TV でーす。わーちょっとねお知らせがありまして、ね、はい、段階的に店舗の撮影についての許可が少し緩くなったというのをお知らせ今回したいんですね。まあ誰が決めてるかっていうとですね、うん、大吉本先生が決めてるんですけども、まあまあまあ規約があるからね。そうなんですよね、うん、簡単なところからいくと、はい、同居人の配信については、はい、まあそれほど距離を取らなくても大丈夫やりましたね。川口の時代とかとんでもない角度で撮ってたから、そうね、あの時なんて本当にみんな家から出てなかったのに出てなかったのにマジで大丈夫だなって自分らで思いつつもめちゃめちゃ距離取ってね。いやそう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 、全体を取れるようにスマホをね、もう壁のあなんかもう天井の方にくくりつけてちょうど走る、まあ、まあそれが少し緩くなったぞと、まあ、これ緩くなりました、はい、続いては少し難しい設定なんだけど、店内の撮影について、うん、お店のあの中のカウンターとかに、うん、こうパーテーションってあるじゃないですか結構、うん、簡易パーテーションで、その簡易パーテーションがあるお店であり、うん、もうこの日撮影どうしてもしたいという希望があって、うん、それがまあ何週間か前に分かってる状態であれば、はい、ちょっと一応社内稟議に出してですね許可をもらえるかもしれないという、あーなるほど、まはい、相談は必要だけどそう、まあ、貸し切りじゃなくても行ける可能性が出てくると、出てくると、なるほど、あるいは個室じゃなくても行かしてもらったりも、あなるほど、ただこれは頻発はできないみたいです。聞いたんですけど社員さんに、本気の社内会議をするらしいんで、あなるほどね、そんなめったやったらに行けないらしいです。あやったらめったらですね、やったらめったら、ね、めったらやったらには行けないですよ、もうしょっちゅうここ行きたいですここ行きたいですよ、ちょっともうちょっとそれはできない、あ、はいはいはい、そう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 、まあだからそれが解禁されたというのが2つ目ですね。なるほど、はい、でラストがすごいっす。まあ、ちょっと前提置いときましょう。3個目の前提はこれ地方自治体のルールにはよるんだけど、はい、都道府県をまたいでの撮影が解禁されました。おやったー、なるほど、逆にね、なんですか、県岩アシュラちょっと元ネタが分かんない、分かんないです、すいません、元ネタは県岩アシュラです。あ、タイトルだったタイトルだったんです、北斗の県って言ってるんだよ、ね、そうなんですよ、なるほどね、まあこれ都道府県のその地方の、ルールにもよるって書いてあったのよ。あ、まあ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 そうね、場所によってはうちは鎖国してますんでみたいなルールがあるかもしれないんで鎖国まで、それをよく調べれば県を越えて行っていいと、うん、なるほど、いうことなんですよ、はいはいはい、だから何が言いたいかっていうと、これをやっとかないと突然次の動画から、あ確かにね、そう県越えてねとかねなるから、あじゃあ一応お知らせとしてそうなんですよ、はい、ただねそれでもやっぱハードル高いじゃないですか、個室だとか、いやまあそうね、貸し切り、結局のところ東京にいても同じルールだしみたいなこと、うん、まあそうだ、ところがどっこい、はい、群馬とか栃木にはですね、うん、個室が置いてある二郎系結構あるんですよ、下調べしてるねちゃんと、でやっぱりあの土地が広いんで、まあ、お座敷として出してるところは多いんですね。あなるほどね、角馬さんとかですね、地五郎さん、それから埼玉の、あ今もう移転しちゃったけど地雷屋さんにもお座敷があって、はいはいはい、ここで食べさせてもらったりもしたんでね、うん、これはね僕にとってはかなり嬉しい解禁なんですよ、まあ、確かにとか言ってね、わーいとか言ってね、マスクせずになだれ込むとか、まあ、まあそこは慎重にね、まあ簡単な話、神奈川、まあ、もちろん埼玉の二郎系もいけるし、ああなるほどね、まあまあ、ちょっと皆さんそのあたり、これから他県も増えますんでよろしくお願いしますね、うん、必ずこのあうずらがね、うーちゃんメンバーがねちょっと今遠くにいるとメンバー遠くにいるなんで、ね、うん、最後はニャンコ踊りしますか、えねーねーこね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 こ、いやいや微動だにしてないよニャンコ自体は都道県を越えてもあの撮影に行きますのでよろしくお願いいたします、はい、バイバーイ。